いつもお世話になってます、立花です。皆さん突然ですが、2月の一大イベントといえば何ですか？そうです、母花さんの誕生日です。母花さんといえば鬼、鬼といえば節分、節分といえば恵方巻き、恵方巻きといえばキンパということで、今回はキンパを作っていきたいと思います。我が家では恵方巻きは毎年買っているので、自分で作るという選択肢はなかったのですが、恵方巻きを手作りしてほしいという声が多く、今回は手作りしていきたいと思います。チャンネル登録してね。まず最初に用意するのは、立花家で採れたほうれん草です。ちなみにこの立花家の新鮮なほうれん草は虫に食われて父花さんが激怒してました。ほうれん草を沸騰したお湯の中にぶち込みます。そして塩茹でしていきます。ほうれん草を茹でてる間に買ってきた人参の皮を剥いていきます。そうこうしてる間にほうれん草が茹で上がったので、救出して水に浸しておきます。えいさあ、それでは早速今からキンパの中に入れる具材を作っていきます。まずは人参を薄切りにしてから細切りにします。これじゃほぼ短冊切りじゃんっていうコメントは受け付けません。そしたらフライパンに火をつけて、ごま油、細切りにした人参、塩を振ってしんなりするまで炒めていきます。よし、続いて水に浸していたほうれん草を抽出し、ほうれん草を切って、人参同様フライパンにごま油、ほうれん草、醤油を入れて飽きるまで炒めます。よし、ここで登場するのが、皆さん覚えてくれたでしょうか、霞の牛肉です。牛肉は食べやすい大きさに切ります。フライパンにごま油、牛肉、酒、砂糖、にんにく、生姜、コチュジャン、汁気がなくなるまで炒めていきます。そして最後に卵焼きを作ります。あ、こっちしかできなかった。卵3つ、醤油、酒、砂糖、水を入れてかき混ぜます。今回はファンの方からいただいた無印良品のフライパンを使っていきます。ごま油、焼いていきます。おお、入れすぎ。なんかテレビとかでよく見るのはこんな感じで折っていきますよね。あ、意外と難しいっすね。やってるんですよね。おお、形はどうあれなんとかできました。あちあちあち、ご飯がご飯が進むくん。よいしょ。白ご飯に煎りごま、塩、ごま油を入れてよくかき混ぜます。それでは巻いていきます。ご飯を乗っけて、よし、ほうれん草、人参、卵、うん、で牛肉、よし、くるっとここまでいったら一回止めて、うん、ギュッて押すのか、ギュッて押して、うん、で、こういうこと、そうそうそう、ここが多いからね。よし、負けました、汚いけど、うんうん、これの全ての食材に感謝を込めていただきます。キンパ作ってみました。アクロのお酒、アルコールが 50% です。ケピイキキの木、はいはいはい、一体どんな味がするんでしょうか、いただきます。あら、あんなにこれ具沢山で美味しいんです。今年の方角は北北西らしいですね。あっちですね。うん、うん、私もちっちゃい頃はよく豆まき父花さんと一緒にやってたんですけど、最近は父花さんが一人でやってますね。あーにあたたーとか言いながら、今年もしその場面に遭遇することができたらカメラ回してみます。最後の一口、母花さんにあげてきます。どう？おいしい。はい、コロちゃん、せーの、せーで、ごちそうさまでした。最後までご視聴いただきありがとうございました。
はい、ということで最後までご視聴いただきありがとうございました。今回は人生初めてキンパを作ってみました。皆さんのお宅では恵方巻きは手作りですか、買いますか、ぜひコメントで教えてください。2月は行事が多いですが、母花さんはどんな企画が見たいですか。お母さん、お母さんはバレンタインチョコが食べたいな。